はい、おはようございます。ラスカルでございます。ということでですね、本日はこちらもう目の前に来ております、焼肉丼を食べにですね、群馬県にございます、もう久々だね、万里さんに訪れております。僕の動画ではですね、以前4キロちょっとぐらいのあの特盛りのね焼肉丼をいただいたことがございまして、せっかくであればね、この万里さんの美味しいメニューをいっぱいいただきたいということで、本日はこんな感じで単品メニューをですね多数ご用意いただきました。いやー、もうね、ちょっともうめちゃくちゃお腹空いておりますので、早速こちらの料理出来たてをいただきたいと思います。いただきます。うまそうだぜちょっとね、今回の、食べたかった焼肉丼からいきたいところではございますが、チャーシュー麺もいただいております。麺類ね、伸びちゃうといけないので、ちょっと一回ね、ラーメンからあー、まあまあうまいっすね。あー、うまっ。ラーメンも全然思ってるこの町中華ラーメンじゃなくて、いりこ系というか、しっかりとした出汁感の、うまい。今回ですね、こちら焼き餃子いただいているので注文はしてないんですが、この万里さんから発祥されたと言っているですね、この餃子ラーメンというものがありまして、本来はねそれ頼みたかったんですけど、このいりこのスープに餃子が合わさったら絶対うまい。後でちょっと単品はねありますので、別入れて試したいと思います。このチャーシュー麺ね、チャーシューですよ。チャーシュー麺のね、チャーシューはこんな感じですね。うまいでしょ。うん、うまっ、うまっ。ちょっと麺いっちゃおうか。うまい今回1個ドンってでかいのとかじゃなくて、いろんなメニューをお願いしてよかったです。めちゃくちゃもう1品目からうまいですうまっ。じゃあそろそろ今回のね、この焼肉丼なんですけど、特製のこれ豚からをね特別に乗せていただきまして、こんな感じでですね、もう箸で持っただけで分かる感じ、このバラがねカリッと揚がったような唐揚げでして、なかなかねちょっと他じゃ豚からいただけませんので、あー、うまっ、うまっ、うん、あー、ビールだなこれこれちなみに今日豚からテイクアウトとかってお願いしたりできますか？OK ですか？やった、絶対にうちの妻に食わせたいですね今日これ夜持って帰って絶対食わせたい。うまっ。いつも糖質オフのビールで家では我慢してるんですけど、今日は帰り道に銀のやつ買ってちゃんとこれを楽しみたいと思います。めちゃくちゃうまいこれ。焼肉丼いっちゃいますか、これ。うわ、この色ツヤが。いただきます。あー、柔らかくてうまい。万里さんの焼肉丼の味付けなんですけど、皆さんが想像しているいわゆる焼肉丼よりも比較的ちょっと甘み強いんですけど、しっかりとねタレを火入れしてやってるので、ちょっとしたね香ばしさっていうのかな、それも相まってね、ほんとご飯めちゃくちゃ進むんですよ。やっぱこういう焼肉丼だったりとか蒲焼きっていうのは、このタレがね染み込んだご飯も美味しいですから。うまい。
とこれ皆さんに食べてほしいですね。あの大食いの方のね動画、バーニーさんの動画では多分ほとんどの方がこの焼肉丼を食べられてて、まあ、見てる方はね食べたいなと思ってる方もいらっしゃると思うんですけど、本当にここの焼肉丼は他ではマジで食べられないです。ここだけの一品でして、一回ね食べたら癖になりますので、もうぜひね皆さん気になる方はこのバーニーさんの焼肉丼食べてみてください。ありがとうございます。ただいまですね、ちょっとこの焼肉丼のおすすめのアレンジということで、生卵とですね、自家製の発酵ニンニクいただきました。これね、ニンニクも青森県産のものを使われてるみたいでして、一粒がね、でかい。ニンニクと一緒にいただきます。あー、うまい。あー、うまっ。なんかもうただでさえその辛みとか臭みが優しくて、すごくうまみだけの青森産のニンニクがこの発酵させることでよりこううまみだけというか、めちゃくちゃうまいこれうまこれ、うん、お芋の甘みがすごいというか、ほっくほくですね。じゃあ今ですね、これ麺食べ終わりまして、こちらのおかずたちも冷めちゃうといけませんので、ひとまず一口ずついただきましょうか。一旦この餃子、うわ、ちょっとね先ほど調理の方を見させていただいたんですけれども、これ仕上げにねこうしっかりと炒めるような油で揚げ焼きみたいな感じになってまして、このね表面がパリッてしてるんですよね。あ、餃子ラーメンするって言って食っちゃったラーメン忘れてた餃子いただきます。まあ強めのニンニク感とニラ感と香り強いんですけど、下味はそんな強くないんで、もうパクパクいける。餃子ラーメンすると言いながら忘れてまして、ラーメン食べきっちゃったんですけど、せっかくなんでねこれスープと染み込ませて、うわおお、やっぱスープのベース、その鶏ガラの旨味が詰まってるんで、このなんていうのかな、餃子に染み込むと、もうまるで小籠包かのようなこの肉汁みたいな感覚になるんですよね。次は餃子ラーメン頼むしかないですねそしたら続いてこの酢豚ですかね。これちなみにこの酢豚ですね、画面越しで伝わってるかわかんないんですけど、これサイズ感がちょっとすごい、一応今撮影現在でいうとメニュー表を見るとこれで1580円、すごいデカ盛りなんですけど値段もリーズナブルなんで、いただきます。酢豚、うん、うん、うわ、うま、実は酢豚大好物なんですよめちゃくちゃうま。皆
先ほどね調理中なんかも本当に程よい酸味の甘い香り漂ったんですけど、食べてみるとやっぱりしっかり火入れされてるんで酸味は飛んでますし、この甘みとかねしっかり具材の味出て、うまい。てかあれですね、豚絡まってるのに衣サクサクですね。あの正直ですね、もちろん僕らもこのどうしても機材の撮影、準備があったりするので、出来たてとは言ってもね、あの提供されてすぐそのまま食べてるわけじゃないので、ちょっと普通のお客様よりもね時間は経ってると思うんですけど、それでもねこのあんが絡まった唐揚げの衣がサクサクうまっ。じゃあそしたら本日最後のこれ一品、キクラゲ炒めですね。キク普通こういうのって他の野菜7割キクラゲ2割でお肉がとかぐらいだと思うんですけど、すごくあ、もうキクラゲ好き大興奮。あー、すごいすごい、うまっ。僕個人的にはですね、中華料理でいうとムースーローっていうキクラゲと卵炒めっていう料理が一番好きだったんですけど、ちょっとこれ更新するとこの辺りですね、この生卵がらめということで、うわしっかり絡ませまして、うまこれに関しては感想とかいいですね。もう伝わってると思います。もう感想とか細かいことはいいですね。最高です。うまうまいもんはいくら食っても幸せですねうまいもんはうまいっすねずっとごめんなさい、今日最後のわがままお願いしていいですか。ゼロイチを一本お願いしていいでしょうかありがとうございます。すいません、せっかくなんで焼肉をちょっと生卵絡めて、うわーこれだな、これに、お近くの方はぜひビールと一緒に頼んでください。これはうまいな。大食いの動画撮影になってくるとデカ盛りが多いので、やっぱ動画でも一品だけ紹介するとかが多いんですけど、こうやっていろんなものを紹介しながら自分も楽しめるのが一番最高に幸せですねいろんなもん食えるっていう幸せうん、うまっ、うん、ただいまこんな感じで綺麗に焼肉丼を完食させていただきました。でもいっぱいお話ししてる撮影時間もごめんなさい伸びてしまったので、こっからはしっかりがっつりと残りのおかず食べさせていただきます。ごめんなさい、この最後のタイミングでちょっとゼロイチをもう一回餃子これラストですね、うん、あーうまっこれ酢豚もねラストです、うん、うまっ。この
酢豚の豚も頭みたいなサクサク感もしっかりある、なんかいい歯切れのいい柔らかい豚なんですね。ずっと食えますねこんなの。それだけ中心に食っていっても最後までこうですね。じゃあ本日の締めにね、この焼肉丼のセットのスープで。ということで本日もね、いただいたこのバンちゃんの料理すべて完食させていただきました。ごちそうさまでした。本日はですね、僕自身3、4年ぶりぐらいになるこの万里さんで美味しい料理たくさんいただいてきました。以前はですね、大きい焼肉丼をいただいたりしたんですけれども、今回はこんな感じで通常出してるメニューなんかも含めまして、いろんな料理食べました。正直今日食べてですね、もう次も同じく大きいの1個とかじゃなくて、いろいろ頼もうかなと、そんな感じで思うようなね、美味しい料理ばかりでございました。もちろんお休みの日とかにご褒美で行くのもいいと思うんですけれども、個人的にはね、お仕事終わりの疲れた体にこの美味しいね、中華料理食べたら最高だと思いますんで、ぜひですね、皆様もこのバンリさんで美味しい料理食べてみてください。まだまだメニュー豊富にありますので、僕はこれからもこのバンリさん通いたいと思います。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画だと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価、またですね、最近ではサブチャンネルでも活動を始めておりますので、そちらは合わせて概要欄からチェックしてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね、ごちそうさまでした。